小暮里氏は、日本の男性総合格闘家。千葉県印西市出身。リバーサルジム、東京スタンドアウト所属。第2回東北アマチュアシュート選手権大会優勝。第7回中部アマチュアシュート選手権大会。準優勝などアマで実績を上げ、2011年1月10日、プロデビュー。リバーサルジム、東京スタンドアウトから排出された初めての、プロシュート選手である。 2011年1月10日、プロシュートデビュー戦となる2011年度、新人王決定トーナメント1回戦で、昭和大井拓也と対戦し、1R、小負け。2011年3月27日、勝村周一郎主催のニコニコグラップリウム、東日本大震災チャリティ大会にて、水垣岩樽とグラップリングルールで対戦し、飛びつき式の三角締めで一本勝ち。 2011年6月11日、プロシュートフェザー級ワンマッチで、岡田秀人と対戦し、1R は、ハイキックでダウンを奪うなど優勢に試合を進めるが、2R に追い上げられ、ドローとなった。2011年10月1日、プロシュートフェザー級ワンマッチで浜地と対戦し、1R、腕ひしに、三角固めによる一本勝ち、右足首外側人体損傷という、 大怪我をしての出場であった。2012年2月25日、2012年度、新人王決定トーナメント2回戦で、北村清と対戦し、途中バックを奪われたものの脱出し、三日月切リアパウンド等で攻め続け、判定3から0で勝利を収めた。2012年6月30日、2012年度、新人王決定トーナメント3回戦で、佐久間健太と対戦し、 判定負け。2014年2月22日、プロシュートフェザー級ワンマッチで誠と対戦し、判定負け。2015年4月18日、プロシュートフェザー級ワンマッチで、岡田秀人と再戦。1R と 2R 中盤まで打撃で優勢に試合を進めるが、2R の最後にバックポジションを奪われ、ドローとなった2015年5月31日。 ディープバンダム q ンマッチでショータと対戦。試合開始早々、相手の打撃にカウンターで同タックルを合わせ、4つからの矢倉投げでテイクダウン。ハーフポジションからサイドポジション、マットヒューズポジションと流れるようにポジションをダッシュし、相手の両腕を完全に封じて、無防備な相手の顔面に1分以上パウンドを浴びせ続けての TK を勝ち。 得意の打撃を一撃も出さずに勝利を飾り、新たなファイトスタイルでも戦えることを証明した。2012年2月25日の北村、清戦以来の3年3ヶ月不利の勝利で復帰を遂げた。2015年9月12日、グランドスラム3でプロアマムハイの韓国人選手、ジョンダウンを対戦。テイクダウンから終始相手をコントロールし、3から0の判定勝利を収めた。 対戦相手のジョンダウンは、直後の試合でオードッグバンタム級チャンピオンになっている。2015年11月1日、パンクレイス271で、河村康弘、と対戦し、腕十字による一本負け。2016年3月19日、グランドスラム4で、ロンデンマナゾーラタカ志と対戦し、判定負け。2017年2月5日、パンクレイス284で、 長谷川隆史と対戦し、3から0の判定勝ち。ありがとうございます。